こちらがユウヤ様とルナ様のギルドカードです。申し遅れました。私はエミリアと申します。これからよろしくお願いいたします。ねえ、私も冒険者、少しでも強そうな人とお近づきになりたくて。さっきの水晶を砕いたのだってすごいじゃない。長年いろいろな商品を取り扱ってきたが、これほど品質のいい故障は初めてだ。金貨100枚で買い取ろう。行くわよ。かわいそうなことになったね。あんたもすぐ後を追うことになるよ。ほう、貴様がこの俺の相手か。どのような状況でも常に最高のパフォーマンスを見せる、それこそがプロだ。おい、お前たち、できるだけクマとの間に障害物があるところに逃げろ。二人とも無事ですか？はい。あ、安心してちょうだい。この薬を使えば。天井ゆうやさんですか？え、私こういうものでして、私は社長からコンタクトを取れとしか言われていませんので。よく取れてるわ。この雑誌が発売されたらすぐにあの時の男の子だって特定されるわね。こんな撮影サクッと終わらせて、どこか美味しいものでも食べに行こうよ。こないだ気がついてたでしょ。なんで挨拶してくれなかったの？今のやりとり全部録画してあるわよ。ボクシングに謝んなさい。仕事なめんな、クソガキ。いずれこの俺が王となる。それが少し早まるだけの話だ。よし、お前たちには俺が持つ切り札を与えよう。そなたが、いや、お前が、貴様が、この娘をたぶらかしたクソ野郎か！だから、雄也君も自分を卑下する必要はない。これからゆっくり、自分と向かい合っていけばいいんだから。舐められっぱなしで終わらせるわけにはいかないんだよ。レッドオーガン！死ぬな！こんなとこに転校しやがって。まったく調子に乗ってるよな。だから俺たちでお仕置きしてやんねえとな。けど警察が来るまでそれなりに時間がかかりますよね。それまでにいろんなことができると思うんですけど、例えばあなたをさらったりとか。あの、その話を、俺たちを入学させてくれませんか？そこにいるやつなんかより俺たちの方が圧倒的に優れてます。辛いことがあっても人に優しくしていれば自分にも幸せはきっとやってくる。焦ることなくゆっくりと自分と向き合っていきなさい。その前にまずは改めて自己紹介を。私はアルセリア王国で騎士隊長を務めているオーエンだ。そして与えてもらったのは私だ。お前からかけがえのないものをもらった。私が強くなれたのはお前と過ごした時間があったからだ。そいつは叶わん願いだな。ゴッドは私がもらう。用が済んだら消えるがいい。親の仇を探し続けること育成ぞ。ここで巡り合ったは何たる行こう。あだなればこそ覚悟を持って我と剣を交えよ。まあ今すぐとは言わないが、先生はいつまでも待つぞ。ここまで罵倒されるとさすがの先生も泣いちゃうぞ。そんなに甘いものが好きなら砂糖だけ食ってりゃいいじゃん。別に無理して私のコーヒー飲まなくても。黙れナメクジ、身の程をわきまえてから声をかけなさい。舌を引き抜きますよ。ウジ虫が目玉をスプーンでくり抜かれたいの。ポッコ、艦砲射撃を食らった人をいじめちゃダメだよ。人間に戻るのは2ヶ月ぶりだからね。その度に二足歩行を忘れてしまうよ。いやあ、ゆうやくん、僕も一緒さ。くんづけだなんて他人行儀な。そうかな。僕のことは気軽にアキラと呼んでくれ。いいね、セバスチャン。バーネット帝執事グレル・サトクリフでございます。執事同士どうぞよろしく。一人一人が単純すぎます。もっと工夫しましょう。でないと
最高速度マッハ20の先生は殺せませんよ。どうした、撃たないのか。相手は学生だぞ。それとも気づいたか、撃っていいのは撃たれる覚悟があるやつだけだと。ああ、愛しのひふみたん。ひふみたん、ああ欲しい。でも僕クレーンゲーム下手なんだよね。そうだよ、学校側から退学にしてもらえば万々歳じゃないか。この授業で僕が何もできなければ、祝人間の世界に生還。よろしく。君戦い好き？ああ、僕大好き。戦う？戦う？サーブ打てよ、全部取ってやる。こら、お前のサーブ去年は1本しか取れなかったからな。その1本も顔面だけど。ごめんな、俺も含めてお前さんに興味あるんだわ。五十嵐亮だ。亮でいいよ。俺も優也でいいか。よろしくな。けどさ先生、こんな単純な手に引っかかるとか、しかもそんなとこまで飛び抜くなんてビビりすぎじゃね。会長が強いことも頭がいいことも努力を惜しまない性格なのも全部変わらないんだから、胸を張っていいと思うぜ。あのオールマイトをも超えて俺はトップヒーローとなり、必ずや高額納税者ランキングに名を刻むのだ。前振りが長い、そこどきな。私は神崎凛。私も呼び捨てで構わないからさ、今回はよろしくね、ゆうや。戦いの意味を見失わないようにとな。ダリエル、あの子たちの笑顔を侵略者から守り続けよう。それらは情報漏洩にあたり重く罰せられる可能性があるかもしれませんので、くれくれもご注意くださいね。脅迫的誘導、バラバラ事件。で、何のこと？そんな事件聞いたことないけど。楓の方に飛んできたボールを優也くんが打ち返して、かなり遠くにあったゴールにシュートを決めた。楓、胸大きいのずるい。あんたとは話してみたかったんだ。他人の職撃にシャシャリ出ようとするなんて、ずいぶん腕に自信があるんだね。私は雪原の青子と下ネタテロリストの加城あやめ、以後よろしくしか。もしもし、扇動家ですか。ちょっとちょっと、今目の前にやってんのよ。いいわよ、警木にでも犬にでもなってやるわよ。何でも言うこと聞かせればいいじゃない。エッチな命令聞かせればいいじゃない。下手いバカ。世界を滅ぼそうとしている、何としても阻止しなければ。修正である俺の技を誰かに伝えて。ダリエル君と剣を合わせ話して分かった、彼はいい親に育ててもらったんだと。何が楽しい、何が面白い、命を何だと思っているんだ。それはそれは美しい人間だった。そしてお前のようにあやかし者を見ることができた。だが周りの人間には見えない。それがどうした。私は師匠から技は受け継いだが、性の称号は受け継いでいない。契約など知らない。あのね、とも、二人の幼馴染という立場から言わせてもらうけど、はっきり言って自業自得よ。え、うん、まあ落ち着けよ、気持ち悪いぞ。あそこまで完璧教員だと逆につかみどころないよな。妹さん、キリトさんを恨んでなんかいなかったと思います。好きでもないのに頑張れることなんかありませんよ。きっと本当に剣道が好きなんですよ。何事かと思えば随分と面白そうな組み合わせですね。ごめんなさい龍炎くん、からかいが過ぎましたね。忘れろ、言っただろ、あれは字の練習だと。へいへい。それとこれ、カレー地味に。私がきっかけでファッションに興味を持ってくれたり、この道に進みたいと思ってくれる人がいたらいいな、なんて今では思ってます。声優ってなんだろうな。私が言うのもなんだけど、この業界はおかしい。なるほどね、あなたもそういうこと。大丈夫よ、多少手荒でも私ちゃんと楽しむわ。
あ、ひとりちゃんも飲む？安酒だけど。あ、いや、ん？ひとりちゃんって未成年だっけ？ってあれ？聞いてる？こいつはカバネじゃないよ。人でもないけど、私たちはカバネリ。人とカバネの狭間にあるもの。いらしてくださったんですね、リムル様。はい、カイジン様が作ってくださったお力はとても使いやすいです。そうだユウヤ、しばらくの間私の修行に付き合ってくれないか。ユウヤもここで修行しているなら私も一緒に修行したいのだ。あ、そうだ、渚初恋もまだなんだった。え？え？お子ちゃまなんだよね。声が昔ばあちゃんと飼ってた猫に似てるから。たやってみる。ほんと最悪の出会いだったわね。あれから樹と話すようになって、本やゲームを借りたり、ファッションについて聞かれたり。だがお前は女子寮に侵入し、乙女の着替えを覗き見したんだ。命をもって償うのが当然だろ。エリスに魔術を教えてくださいにゃん。私の方にボールが飛んできちゃって、当たるって思ったら、その時ユウヤくんがこうピュンってきてボーンって、それでそのままゴールしちゃった。待ちわびたぞ。私はネクロマンサーアンリー・ヘイズワース。飛行を勇者シオンの姿にしたのはこの私だ。悪いんだけど、あんた今日の屋上の掃除当番一人でやっといてくんない？だってさ、私あんたと違っていろいろ忙しくってさ。十字の方向に距離400なら引いてよ。あやね、頑張りすぎ。その子もう限界だよ。何にせよ、次にミクと会う口実ができたのはラッキーだったわね。彼女は週に一度お気に入りの女子とティータイムを楽しむらしいわ。じゃーん、このゲームはラブタッチっていうの。あなたにお伝えしたいことがあってきました。私と結婚してください。たまに会っても私の前だといつも辛そうな顔をするの。姉様がいなくなったのは私のせいじゃないのに。博士、ガチャですよ。こんな10分で書いた企画書でプレゼンなんて無理です。帝王がまた走るって聞いて、そんな諦めない帝王のこと見てたらさ、私も頑張らなきゃなって思ったんだ。楽しいかてめえこの野郎。プレゼントいっぱいもらって楽しいかって聞いてんだよ。もう笑いが止まらないってか。いいね、大人気で。だから演技を始めたの。みんなに好かれるいい子のふりを。そしたら楽になれた。同じ目だったのですぐに分かりましたよ。目？ええ、ユイヤさんすごくお痩せになられましたけど、まっすぐで優しい目は変わってませんから。ああ、ごめんごめん、もう少ししたら行くから。はいはい、分かったから。もう自然と出てくる魔力解放のキーワードがあるの。私で言うならフレッシュピーチハートシャワーとか。背中を押して距離が離れたって、押してくれた手のぬくもりは残るよ。二人ならきっと大丈夫。シャドウ家の生き人形はただのメイドじゃないの。正確に人を模して作られた人形よ。まだわからないことだらけでしょ。少しずつ学んでいけばいいわ。バスの中で私の方を見てたけど、何なの？一緒にしないで。私は信念を持って譲らなかったの。天井優也です。体験入学という形で皆さんの授業に参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ダンタリオもきっと喜ぶ。そしたらウィスちゃんも最後に一目くらい大好きなお兄さんに会えるかも。どんな形であれね。あいつの立ちがメビウスと揉めてな。それが構想の火種だ。メビウスの頭、幼いってやつとちょっとしたことでな。そろそろレオネ姉さんの風呂の時間だ。俺はあの胸を見るためなら危険を顧みない。じゃあ、舐めるんじゃねえぞ。
100人でも200人でも埋めてやるよ。俺が誰よりも埋めてやるわ。どうしても追いつきたい人がいて、何が何でもたどり着きたい場所があるからだと思います。例えばこの世の全部は変えられる、枯れ木に花を咲かせるほどの奇跡を現実にする。いろんな苦しみが僕らに降り注ぐ。